こんにちは、もみじです。こんにちは、マリサです。本日のテーマは、デビッド・グレイバーさんのブルシットジョブ。クソどうでもいい仕事の理論という本から学んだことを話そうと思う。随分と乱暴なタイトルだな。タイトルの通り、この本のテーマは、やりがいを感じずに働いているのはなぜか。無駄で無意味な仕事が増えているのはなぜか。社会の役に立つ仕事ほどどうして低賃金なのか。みんなが薄々感じていることを、理論立てて紐解いてくれてるんだぜ。そう言われると、仕事ってそんなもんかも。もみじは、なぜ仕事をしてるんだ？そりゃ、生きるために決まっているでしょ。仕事はつまらないものでも、誰かがやらないといけないし。生活のためにも、我慢して行うものだから、割り切るしかない。人のため、社会のためになってると感じられれば、仕事に対する態度も違うのにな。残念ながら、社会全体がお金を儲けようとする理論で動いている限り、クソどうでもいい仕事が増えて、人のためになる仕事はどんどん隅に追いやられていくんだ。そういや、クソどうでもいい仕事って、どういう意味？人のためにならない、なくなっても差し支えない仕事のことだ。例えば、書類を見てないように不備がないか、ハンコがしっかり押されているかの、チェックをする仕事であったり、部下に資料を作らせ、報告させて、それをただチェックし、上司に報告するだけの、中間管理職であったり、何か問題が起きた時のために、椅子に座って、ひたすらシステムの画面を、見続けるとかいう、苦行のような補修業の仕事とかもあるね。まあ、一言で言うと、何も生み出さない、生産性がない仕事のことだな。では、なぜこういったクソどうでもいい仕事がなくならないのか？原因として、主に二つの理由が挙げられるんだ。一つ目は、労働価値が生産から消費にとって変わったことが挙げられる。中世の時代、つまり宗教が支配的であった時代、働くこと、賃金労働というのは、教育の延長線上として、自己規律を学ぶ大事な成長過程であった。だから、労働者たちは、労働という行為そのものに、自己規律を養ってくれるものとしての、価値を見出すことができた。自ら生産したものに価値を置くのが当たり前だった。仕事に対する人々の考えを大きく変えてしまったのは、株式会社の登場によるお金儲けの競争社会になったことと、いかに効率的に労働者を使ってお金を稼げるようになるか、科学的管理法が生み出されたことで、労働行為そのものを上から、あらかじめ規定することで、人間を会社の一部と化してしまった点が挙げられる。その結果、仕事の価値は、労働の行為目的から、お金を稼ぐ手段へと変わっていった。他者よりもいかにお金を稼ぐか、社会全体がそういった考えの企業に支配され、お金儲けのために、ありとあらゆる方法で、出したような商品が社会に誕生し、人々は、自ら生産したものではなく、消費したものを通して、自己認識するようになった。二つ目は、ケアリング的要素である、数量化すべきでないものを、お金儲けのために数量化しようとする人々の欲望の結果が招いたことだ。ケアリング的要素って何？ボランティアなど、お金目的ではなく、人のためになるような行為のことだ。なるほどね。公共性が高い仕事ってことね。このケアリング的要素こそ、仕事を行う上で欠かせないやりがいを生むものなんだ。お金儲けのために、無理やり数量化した結果、仕事からやりがいの要素が失われ、ケアリング的要素を失ってしまった仕事が、次々クソどうでもいい仕事に変わっていってしまった。お金儲けが目的の社会から、ケアリング的要素を持った仕事が育つわけがなく、世の中からクソどうでもいい仕事が減るどころか、増える一方になってしまった。最初にもみじが言っていた、生活のために仕方なく仕事をしなければいけないのは、社会がそういった、クソどうでもいい仕事が生まれる社会構造にあるんだ。逆にケアリング的要素の仕事、公共性が高い仕事というのは、他人を助けることが目的なので、お金を稼ぐことには向いていない仕事となる。つまり、お金を稼ぐことを犠牲にし、他人を助けることで得られる満足感を手にするか、他人を助ける満足感を犠牲に、お金を稼ぐために無意味で、自尊心を傷つけられる仕事を引き受けるかの二択しかない。お金を稼ぐ仕事と他人のためになる仕事って、両立できないってことか。実は例外があるんだ。ケアリング的要素とは、人のためになることの他に、人の感情を刺激し、勇気を与えたり、心地よい気分にさせたり、する仕事というものがある。お金とケアリング的要素を両立している仕事として、プロスポーツ選手や歌手、画家、演劇など、アーティストと呼ばれる人たちだ。彼ら彼女らは、人々の感情に強く訴える力を持っており、かつ莫大な収入を得ている。しかし、なれるのは一握りの人間だけとなる。また、社会に必要な仕事のために、収入が少ない職業として、介護士、幼稚園教諭、ゴミ清掃員などが挙げられる。逆になくても困らない割に、収入が高い職業として、銀行や株トレーダー、なんちゃらコンサルタントなど挙げられる。
人のため、社会のために役立ってる仕事が正当に評価される社会にするには、何か方法はないの？ベーシックインカムという、国が国民に生活費を支給する仕組みにすれば、生活のために我慢して仕事をする必要性もなくなるため、精神的苦痛を強いられる労働の強制は排除される。つまり、社会全体を覆っているクソどうでもいい仕事から、ベーシックインカムによって、人々を解放しようってことだ。労働の強制ではなく、さらなる富を追求するか、自分の時間で何か別のことをするか、個人の意思を尊重させる。労働という概念そのものを変えること。もし仮に、そういった社会が実現できれば、生活保護を担う部署や、仕事を無理やり生み出す部署など、政府のほとんどの部署を少なくできて、コストを抑えることができる。お金ではなく、人のため、社会のためになる仕事が、正当に評価される社会になるかもしれない。何よりも、クソどうでもいい仕事を強いられた人々を精神的苦痛から解放してくれる。なぜなら、経済のおよそ半分がクソどうでもいい仕事だから。